広島駅からほど近い学習塾があるこのビルの中に小学校があるんです。小学校があるのは8階建てのビルの6階から8階部分、1階から5階には学習塾が入ります。南区大須賀に開校したインターナショナルスクール、6年生の学校で日本の一般的な小学校にあたり、現在は小学1年生から4年生までの56人が学んでいます。 What was your score? 17. How about you? 15. Yeah! 教室に貼られたクラスの目標など掲示物もすべて英語。基本的に国語と音楽の授業以外で日本語が使われることはなく、常に英語に触れることのできる環境が整えられています。日本語を使う国語の授業はともかく、音楽でも日本語を使うのはなぜ？その理由は後ほど。学習のツールとして身につけていく英語ですので、まあ、いわゆるその英会話学校で身につくレベルの英語とはまた質が異なると、というふうに考えています。さらに大切にしているのが、国際バカロレアの初等教育課程 PYP に沿って学びを進めることによってですね、学び方を学んでいく。国際バカロレアとは、ジュネーブに本部のある国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラムのこと。コミュニケーション能力や探究心を伸ばせるとして注目を集めています。この学び方を学ぶということ自体、本当に身につけてしまうとですね、本当に生涯どんな学校に進学されてもですね、使えるというか必ず役に立つスキルだというふうに考えております。なんだか楽しい音色が聞こえてきました。音楽の授業で使う楽器といえば鍵盤ハーモニカやリコーダーが一般的ですが、こちらではバイオリンが必須なんです。すべての授業で大切にされている探究型の学習、それは音楽の授業でも。バイオリンは音楽的な感性はもちろん、集中力や忍耐力が育まれるとされています。リコーダーは穴がありますけど、バイオリンには何もこう目印がないんですよね。ギターと違ってこの本当自分で音を聞いて音程を探さないといけないので難しいですね。右手と左手を集中させて演奏しないといけないので、子どもたちは慣れるまで指で押さえる部分にシールを貼って練習するんだとか。現在4年生10名のこちらのクラスでは、もともとのバイオリン経験者はゼロ。わずか1年で弾けるようになりました。ところで、音楽の授業でも日本語を使うのはなぜ？インターナショナルスクールでありながら、いわゆる日本の学校制度、一般的な学校制度の方にも戻っていけるという選択肢、そういった選択肢、できるだけ広い選択肢をご提供できるように。そんな中、ビル型学校の課題として、皆さんも大体心配にされるのが、屋内では十分な運動量がというふうにイメージされがちなんですけれども、
この学校では PE ルームと呼ばれる多目的ルームで子どもたちは体を動かします。以前は保護者たちの心配の種だった体育の授業ですが、猛暑が続く昨今、いつも空調が効いた屋内で体を動かすことができる環境はむしろ魅力になっているとの声が届くこともあるそうです。活躍の場が日本であっても海外であっても、世界に誇れる日本人としていつもチャレンジすることを、忘れない、あるいはチャレンジすることを楽しむ、そういった方々に育ってたらいいなと思います。幅広い分野で活躍できる人材の育成を目指して、学校としてのチャレンジはまだまだ始まったばかりです。